ってみよう。アルフォンス。なんだ、ユードか。食料持ってきたよ。お前たちは俺に使われているのだ。反逆は許さぬ。ユード、ティアを頼む。アルフォンス。気がついたのね。君は？あ、待って。それより熱はどうかしら。下がったみたいね。よかった。ここはデジャテの村よ。お腹空いたでしょ。はい、どうぞ。たくさん食べて。ありがとう。そうか。じゃあ、なんとかたどり着いたんだ。あ、僕、ユードって言うんだ。君は？ティアよ。ティア？じゃあ、君がアルフォンスの。兄さんを知ってるの、ユード。じゃあ、あなたバリティスから来たのね。ね、兄さんは元気？それが、君の兄さんは、工場王のやり方が、あんまりひどいんで、僕や仲間と一緒にその反乱を起こしたんだ。そして奴らの飛行船を乗っ取ってこの村へ逃げようとしたんだけど。それで兄さんは途中で離れ離れになってしまったんだ。だから、あ、そう。ユード、ごめんなさい。冷めないうちに。いただきます。その腕輪は？あ、これ？これはね、兄さんからの贈り物なの。なんだか不思議な石だな。ウィトルウィスの水晶っていうのよ。大昔はこれでいろんな機械を動かしたりしていたんですって。でも何百年も前に掘り尽くされてしまって、今ではこの村で私とお兄さんしか持ってないのよ。Thank you.
をどうした？どこへ連れてったんだ？モーロック様のところだ。アルフォンスもそこにいるんだな。おい、どうした？答えろ！うるさい！おとなしくしてろ！くそー！開けろカッカ、ユードと一緒にいた娘を連れてまいりました。ご苦労。ようこそ我がバルツス。ほう、お前のような若い娘がまだあの村に残っていたとは。あなたね、私の兄さんや村の人たちを連れ去ったのは、みんなを返して。連れ去ったとは人聞きの悪いことを。皆自ら望んでバルツスの民となった。嘘だわ。ここは我が城バルツス。世の命に従う限り、この世の全ての喜びが手に入るのだ。そんなものいらないわ。村へ返して。気の強い小娘だ。気に入った。連れて行け。はっ。なんとかこっから抜け出さなくちゃ。リムやシリムたちがいてくれたら、それにクラートゥさえ動かすことができれば。静かに。あ、リム！リムか？今開ける。よかった、無事で。タム、シリム。おい、ユード、俺たちも忘れないでくれよ。ニク、スラーン。よかった、みんな無事だったんだ。で、アルフォンスは？ああ、それが。ユード、アルフォンスはもうここにはいない。え？助け出そうとしたんだが、遅かった。どこへ行くんだ？きっとクラートのところだ。クラート？アルフォンスがバルティスの町の人々のために作っていた人体機械だ。ユードもそれを手伝っていたんだ。スラーン、爆弾の用意はいいか？オッケー、シュリング、準備完了。よし、じゃあみんな行動開始だ。アルフォンスでなければダメか。何か足りないのかな。ダメだ、もうグズグズしてなんかいられないんだ。
ムたち派手にやってるな。大丈夫かい？あ、石が色が変わってる。どうしたんだろう。こっちだ。小僧、礼を言うぞ。素晴らしい手土産。さあ娘、こっちへ来るんだ。いや、あの地獄に、おとなしくするんだ。手荒なまねをするの。さあ離して。おとなしくせんか。アルフォンスだと。お前はあの反逆者の妹か。だったら諦めるんだな。あの男は私が始末してやった。え、そんな、嘘よ、嘘だわ。このガラクタは。クラートゥ。何をしている。早く始末しろ。どうした？早く撃たぬか。この腰抜けど俺がやる。おい、コッパみじんにしてくれる。やっとくたばったか。クラーテル！貴様、何をする？話せ！カノア！二人とも生かしてはおかぬ。
めください。モーロック様、これでは我々も潰されてしまいます。離さんか。グラートゥだよ、君の兄さんが作った。え、私に翼を与えたの。さあ飛びましょう、壊れた夢抱いて。